前回のあらすじ。え？なんか飲み込んじゃった。そして物語は続いていく。マックスくんが、まあ、ここでボスを倒して、まあ、ボスを倒して、マックスくんがなんか鍵を飲み込んでしまったっていうところで、ね、で、その鍵が、どうだっけ？多分その鍵を使うと、おそらくここの、お屋敷の地下っていうか、そこの鍵になってると思うんだけれども、問題はそこをどうするかっていう、鍵をどうやって取るかっていうことで、とりあえずどうすればいいんだろうね。話聞いてみるか。ここだっけ、ね、どうにかさ、解決のあれを。男が言ったことが本当なら、とんでもない。村人のために一人でいるか、今話は。演歌みたいじゃん。うっせえよ、ジャパニーズ。あ、ジャパニーズ聞かせるか。いや、関係ねえか。関係ねえよな、何も言ってもこれもレントゲンでさ、見れんじゃないのかな。と思うんだが。どうですか、何が映るかな。あ、映ってる、映ってる。どうやって取り出そう、なんか持ってなかったっけ、持ってなかったっけ。鍵。口突っ込めばいいじゃねえか、こいつの。口突っ込むか、胃に穴開けるかさ。腹にちょっと穴が開けてさ。あ、待って待って、こっち来ないね。なんか持ってなかったっけ、ジャック。あー、リオン、ハンマー、ミートボール、赤い鍵、トランシーバー、コント、釣り竿、釣り竿さすがに、さすがにダメか。釣り竿、スプレー、しっかりするんだ。いや、ついに怒られた。誰に怒られてんだ。あ、これ磁石じゃん。あ、磁石使うんじゃないこれ。お、鍵を引っ付けて口から出す。うわー、黒いな、これ。え、なになに、これ動かすのこれ。あー、はい。くっついてる。くっついてる。くっついてなくね。お、すげえすげえすげえ。浮いた。うわ、これ難しいな、これ。これ結構シビアじゃないこれ。はー。はい。はい。いった。うぅぅぅ。ちょっと酸っぱい。グロいな。これはグロすぎだろ。これはさすがにちょっとグロ注意だろ、ほんと。なんか。どうだっけ、この下、あ、この下っちのか。で、これでお屋敷、お屋敷のとこ行けんじゃないのかと思うんだが、どうだっけ。ここだよね。よっ。洞窟の奥に進むタスクはバーバーも今日猫のとこまで行けるはずなんだけど、危険だからやっぱり行かない方がいいだ。まあそう言われてもさ、ネズミの挨拶忘れちったんがいいか。特にあいつはなんもないだろ。なんでいいのあいつ。あ、そうか。え、え、嘘、え、ちょっとこの人いたっけ。どこで見たことあるの。なぜこの中に。あ、そうだよね。なんでここにいんのこいつ。え、これ中にいんのかな、もしかして。怖え。何出てくるんだろうね。またボス戦かな。鍵なんか開かない。マックスくん、酸っぱい鍵け。開いちゃったよ。あんま嬉しくねえな。全然嬉しくねえぞ。あー、これ。ちょっとお前らここに、ここまで、ちょっとこれね、待ってくれ。ちょっとここで待機しとけよ。もう行くからな、じゃあ俺がちょっと、スプレーで。うら、何が出てくる、何が来る。あれ、あ、管理人だ。管理人さん、何やってんの、大丈夫。うん。許してくれ。わし本当はこの村の住人じゃない。島根の不思議の玉を盗もうと住人になりすまして鍵を盗んだはいいけど。はぁ。その部屋の植物が突然わしになって、その怖かったよ。そりゃ怖いな。そりゃ怖いわ。どっか行っちゃった？管理の家に戻ってったのかな。まあ、いっか。後でもしかしたら話しかけることもできるかもしれない。いやぁ。なにこれ。え、何も見えない。何も見えないぞ、これ。あ、ちょ、待って。連れてかれたんだけど。は？これ何？何これ？コードが繋がってるけど。隣の洞窟までコードが繋がってる？お。走れ。よし、走りまくれ。行け、どんどん行け。これで、玉座を、奴らの根城を全て照らし出してやる。これで光の裁きよ。どんどん溜まるね。どんどん溜まるとこれ。なんか100までいけるもしかして。60か。ね、60秒。違うか。これなんか、あれか。制限時間あるのかな。あ、多分あるっぽいね。あー、マジか。ちょっと奴らがいる。あ、うっそ。あ、何やってくれてんのあいつ。ちょ、待って。ちょっと、あれしようぜ。殴ろうぜ。こいつは殴った方がいい。よし。殴った方が一発でぶっ飛ばせる。その方が多分時間短縮になるはず。やめろ、バカ人が、もう。ふい。
そこんなところまでいんのか。あ、まずいところ早くしなきゃ。待て待て待て、話せばわかる、話せばわかる、話せばわかる。ちょっと待って、どこに、どこに、これ道がわかんねえぞ、道が。嘘、分かれてんじゃん、これ。道の上とあれと分かれてる。どうなってんだ。あ、繋がってんだね。よし、分かる。繋がってんだな。よし。繋がってる。じゃあ、繋がってるから早く行く。これで、下か上か。だこれ、遠回りだな、きっと。あー、くっそ、そういう感じが。ってことは、これ下に行けば OK。よし。楽、いいよ、もう。しな。しな。来るなっつ。と、来るよ、とか、もう時間ない。やっぱ時間ないってもう。やばい。早くしないと。早くしないと。やばい、早くしないと。早くどいて、どいて。はい、どいて。あ、いいから、いいから。いいから、どいて。はい、上がった、上がった、はい、はい、はい。あ、まだなっての。やばい。走れ。間違えた。走るぞ。走るよ。早く。あ、早く。やべ。死ぬ。あー、やべ。あー。ディオンがやべえな。マジで、これどっかに触れないよ。ちょ、待って。さあ、溜めた方がいい。音がやべえんだよな。これまたいるもしかして。またいたら困、いるじゃねえかよ。マジか。これずっと吹っ飛ばせばいいや。はい、邪魔。はい、邪魔。あ、でもあ、ディオンで行ってもいいか。なんだ、せっかくだと、まあ、やめろ。時間があるだ。時間はもったいない。確かに、ディオンで行っても早いな、これはな。はい、邪魔。だもう、別に倒す必要はないから。まあ、道分かってるから OK だろ。で、これ、こっち行って。あー。はい、邪魔。なんでこいつ。はい、どいて、はい、どく。いや、トマトが必要だ、俺には。トマト。あー、バカ。はい。こいつ、半分動くとか、やべ、死ぬ。やべ、死ぬぞ、これ。やべえぞ。発言モバなんじゃないか、これ。待て。ダメだ。作戦を立て直そう。あー。マジかー。村の馬小屋。まあ、体力がなかったってのが完全なら範囲ですね、これ。これ、金さ、少なくなったりするの、これ。金減る？減ってないか。マジかー。行かなきゃいけないのか。さあ。これどうにかならんかね。この状況よ。なんか、簡単、これ厳密な。うん。あれ、どうにかなんな。あの、コウモリがすげえ鬱陶しいんだよね。来んな。あー、これ。あ、でもなんか今避けられたんじゃね？多分これ完璧な動きをすれば避けられたかもしんないね。あー、でもこれまで来んだろ。これまで来るだろ。はい。邪魔。はい。はい、どっか行って。はい、どっか行く。で、それ出したらこっちに行く。はい。よし、これでまあ、一応体力のあれだな。はい。まあ、これでも、もうさっきの半分以上残ってんじゃねえか。まあ、いいじゃねえか。これでいい感じじゃないか。これでさっきの半分以上は、半分近く残ってるということで、ここからさらに、はい、はい、邪魔。ああ、もういいよ、知らない。もう食らってもしょうがない。食らうのはしょうがない。ちょっと諦めよう、それは。これどうすればいいんだ、これは。ああ、まずい、奴が来るぞ。ああ、来る。どっちだ、こっちか。俺、こっちだと。よし、よかった。何これ。ああ、ちょ、待て、ハンズバーから。これ何これ。早く。これ何。ああ、もう邪魔すんなよ、本当に。え、なんで？ひどくない？ちょっと。え、しかもジャックしかいねえじゃん。え？嘘。マジで言ってんの？え、でもこれ連れてかれんじゃね？あ、連れてかれたわ。こうやって持ってこいってことかよ。ふざけんなよ、もうあの腐れども本当に。完全にしちゃってしまったぞ、これは。あれ、何変なのよ、ドリンクみたいなやつ。マジかよ。またこれやり直しか。これ地味に。結構シビア。俺なんで気づかなかったの？リオンここに残せばいいじゃねえかよ。そうだよ。ディオン、ここに残せばいいんじゃん。なるほど。あ、ダメだ。ディオン。あれ、これどうすればいい？これで、こうして、ディオンこっち来て。止まった？よし、オッケー。やっとか。なるほど、これでオッケーだ。これでちょっと問題解決したな。やっとこうやっていけばいいのね。で、これでなくなったらディオンに、まあ、やってもらえばいいわけだ。はい、邪魔。あー、もう、ラックっぽいやもん。で、これだって、たぶん後で来れんべ、きっとディオンも。来れなかったら結構、はい、どっか行って。ここら辺で、まあ、やばいから、こうディオンに回して、で、これで、彼は走ればいいわけ、こうやって。さあ、頼むぜ。これディオン大変だな、これな。でもこれどうにかなんのかね。最終的にディオンも追いつかなきゃいけないから、まあ、どうにかなんのか。まあ、彼は彼できっとどうにかして、どうにかなるはず。で、これで、また戻すと。よし。
ていくぞ。おい、間違えた、やべ、あやべ、マックスもやべね。あ、もうじゃあもうそこもルッとしてよね。どうにかなんだか本当に。なんかこのなんか第三章あれだよな、なんかバトル多いよな、なんかね。もう本当にもうこれでもまさかのゲームオーバー味わうだなんて。マミーマート三兄弟もさ、あれだけどバトルだったけどさ、まさかここまでなんか手こずんなかったよな。はい。君は釣りぞ。これでもこれ開けられるんだきっと。はい、やりましょうね。はい、これ。ちょっと待って、これ。あ、動力繋がってんのもしかして。あ、これ多分。これ何？これは何？あ、ちょっと見てみるか。エアドリンク、誰か忘れ物かな。これが一番なんだけどね。よし。最高。取った。これ何？さっきから。前が見えない。てれきれき、俺たち縄張り荒らさん。荒らさないからさ、早くどっか行ってくんないもん。ちょっとジャックは食らってない。マックスが食らってんだよな。よし。はい。え、めっちゃ回復してないなんか。結構マックスあれだったんじゃね？ちょっと待って。やっぱこれ、やっぱこうしなきゃダメだったんだ。だから多分さっきの3人で来てもどうしようもなかったんだよね。だこれをこうすることによって、これでやつ、多分、あと開いてんじゃね？開いてないね。開かないね。閉まってる。暗くなっちゃう。え、ちょっと待って、これどうすればいいの？これか？なんだなんだ、これか？違うな、スイッチ。これ繋がってるようだ。お、あ、これ何？あれ？いい感じになる。これなんだ、これは。え、これを、はい。ついた。これ電気ついたんじゃね？で、これで、開いた？解決した？これで。よし。じゃあ、これ多分奴らも来なくなったな、きっとな。で、これでディオン。あー、よかったー。でもこれ多分、あれだろう。もう多分電源ついたわ。あ、多分ついたな、これな。よかったー。ディオン、お前も来い、お前も来い。一人はさすがに。さすがにこれ一人で心細すぎんだろ。あー、来たー。お前ら、会いたかったよ、もう。よし、じゃあ、俺が釣ってやろう。ジャックが釣ってやろう。この栄養ドリンクを。ディオン、これをマークへ。よし。隠した？よーし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。これ全員回復だな。やったね、全員揃ったね、やっとね。よかった。さーて、さーて、次で。いっぱいいる、いっぱいいる。こちら。敵ネズミ、こいつの橋を壊したんだな。腹減った、口にあるものは針でもいいって感じ。針、釣り針か？こいつの橋を壊した。寂しがりながらすぐに尻尾に靴を落してた。知らない。じゃあ、ジャック頑張って。釣ろう。ほい。あ、ラックロック。あ？おい。来て。ん？多分あれだろ？俺の予想だと。こいつはつなげるんじゃないか。橋を。橋なんかかってるよ。橋の代わりになるもないだろうか。あればいいんだけどね。ほら、おいで。はい。来て。よし。さあ、来い。さあ来い。よし、いいぞ。来た。よし。ネズミの巣ができちゃった。ちょっと我慢してもらおう。よーし、よかった。おー、かわいそうに。ごめんね。大丈夫？もうじゃあもうすぐ行くからもう。ちょっと待って。さあて、行きましょうか。顔。たとえ他の生物が死のうとも、我々が生きていくためにあの玉が必要なんだ。なぜなら、我々は物に寄生して栄養を取らないと死んでしまう植物だから。うわぁ、ちょっと待て。なんだ、ちょ、これは、ん？ちょ、待て。ん？ん？この部分に反応があった。人の顔した的みたい。的！あれだ。ふい！よし。俺のあの、第二章で鍛えた。第二章で鍛えたあれだ。あの変な時計の化け物の高い。よし、いいぞ。俺たちは行くぞ。やるぞ。どこに来る？うい。いってぇ、食らっちまったぜ。どうにか。あと一発だ。多分一発。くっそ、この野郎やってくれんじゃねえか。これガチバトルじゃねえか、これ。うい。あー、ディオン食らっちまった。倒した？いいぞ。まだ来る？ちょっと待って。なんだこれは。ほい。部分に反応があった。
硬くて普通の攻撃ではダメ。なんとか近づいて攻撃できないだろうか。近づいて攻撃、近づいて攻撃、あれだ、あれ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 、これじゃない、これじゃない、はい、ちょっと待って、どれだ、こいつか、これだったよね、こいつ、こいつだよね、よし、固める固める、固めて固めて、あれよ、なあいって、くそ、噴射する、噴射する、噴射、噴射し続ける、俺はお前が泣くまで噴射するのをやめない、いって、まあジャック、どれだどれだどれだ、ちょっと待って、どれどれだ、冷静に見よう、冷静に見よう、はい、ポーズ、それか、ふい、違うんじゃねえか、ちょっと待って、今食らったの、食らってなくねえか、こいつはこいつ、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 出ない、食らってないよね、あれか、殴った方がいいのか、殴りか、殴りでいくか、ちょっと、よし、殴りでいこう、ちょっと、お前ら、お前らここにいろ、よし、殴る、ひたすら殴る、どれだ、どいつだ、真ん中か、こいつだ、やつの、やつとのトレーニングを終わらせ、イメージトレーニングを終わらせたやつの、あの変なサンドバッグ野郎との、ふん、おー、いいぞ、いいぞ、いいぞ、これだ、これだ、よし、これだ、多分あそこ安全地帯で、お前ら、後ろ見てろ、俺たちのこの戦いは、血なまんがさえ戦いを見る必要はない、あー、食らっちまった、くそー、やばい、大丈夫か、大丈夫だ、俺たちのどうにかなる、どうにかなる、俺たちの絆よ、決して諦めるな、自分の感覚を信じろ、よし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 、そっち行くな、そっち行くな、よし、出る声出る声出る声、うらたまずい、おいった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 、よし、次、なんだなんだなんだ、おお、いっぱい、おー、ごちそう、ごちそういっぱい、あー、ジャック死ぬな、ジャック死ぬな、よし、ジャック取れ、あ、取れ、誰がやばいの、誰がやばい、あ、まあいいや、じゃあジャックお前が取れ、よし、うーわい、もう吸い込まれるぞこれ、やべ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 、なんだこれ、あれあれか、スターフォックスの、スターフォックスのアンドルフ旋風か、旋風か、これはなんか出してくんじゃないこれ、なんか、んちょっと待って、まだ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 、反応があった、変なのが転がってきた、近づいたらやられるぞ、植物の弱いものはなんだっけ、変なのが転がってきた、近づいたらやられる、弱いもの、これだ、これ、よし、でこれを固めた、反応があった、これあれだ、あれだあれ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 これこれだ、うれダメだった、ああ、よし、ういういよし、いった、おお、倒した、何これ、最終形態くんじゃね、あ、おお、倒したか、マジで落ちづくなっちゃった、こんなにかわいそうな人たちとこいつだった、それがなんだなっちまったんだよ、マックス、お前が取れ、今回はお前の活躍だ、さあ、ふい、こいつはみんな活躍したけどね、第3のクリスタルボール手に入れた、ふぅー、よかった、あれ終わった、終わったかこれ、でも悪の幻覚倒したよね、あれ、ちょっと待って、あれじゃね、入り口塞がれてんじゃね、あ、でもこれでまあどうにかなったんじゃないの、小さくなっちゃった、よし、あ、よかった、まあでもこの曲が流れてきたってことはもうあれだろ、ファンファーレだろ、お、バーバブなくなってるね、いい俺が取れるだろう、助かったー、もうこれであのホーラー状態から抜け出せるか、おーとか晴れてんじゃん、やっとよかった、あの嵐はなくなったか、え、じゃあもう これ完全におしまいってこと、この曲いいよね、サボテン、あれ何も言ってくんない、さあさあさあ、ソウルの凱旋といこうぜ、あれどうやって取ればいいんだ、あれてか、あ、それ取れねえじゃん、え、どっかつな、あ、どっかなんか見ちゃうのかな、あれね、取ってみる、あああらら、あ、ここでもよかった、ここでもちゃんと音楽が流れてる、あれどっか隠し道、あん、多分抜け道あんじゃね、多分ここどっかにさあんじゃないの、行けるとこあんじゃ、ここだよ、ここ、これだ、よかった、はい、96個目頑張ったよ、村人の話しかけようぜ、あの植物に残った、あ、スミスがいる、怖い、もうスミス怖いよ、なんかもう助かったよ、好きにしなさい、このようなまだまだ知らないことがたくさんあるということを学んだ、名前聞くの忘れた、
高校チーム。いつも3人一緒だもんな。いいこと言うね、なんかね。おう、ありがとよ。でんでんでん、さあさあ、あ、誰もいなくなってるね。こっちかも、多分誰もいないでしょ。まあいたら怖いけどね、逆に。あの程度で私を倒すと思っていたのか。あれ金庫は、そういえば、あれ金、あ、金庫、そういえば開いて、開けてなくね。え、開けられたのかね、金庫って。よくわかんねえな。なんかあるここに。まだ開けねえか。デレ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 、さあさあ、おお楽しそうだね。美しいことはこの世済みなのか。またなのかなと盗んじゃう。いいね、この人ね、幸せそうだな、なんかね。素敵じゃないけどビジネス来るわ。この人バカでしょ。ひでえ。ひでえな。ひどいからちょっとさ。うい。あ、反応してくんない。大事な人に言われちゃう。この人あれやん。なんで、なんで反応してない。その気持ちいい、これ。ね、いい感じ。楽しそうだな、こいつもな。あれな、ここからとか風呂あったっけ、風呂っつうか、なんかよくわかんねえって言ったね。このまま行こうぜ。こちらはなんかやつっぽいよ。ペペペペペ。お、いるね。家族、団らんか。見つかっただか。物騒だ。弁当屋始める。味にはうるさい。おー。いい感じじゃん。すごいんだね。呼んでもらってくれないか。マジで。このロリコ。何こいつ、自分から言っといて。誰のマスクを作って遊ぼうかな。え、お、こいつすごいね。こいつすごいわ。確かに才能あるな、こいつはね。やった方がいいよ。その才能を、なんつうの、枯らしとくっつうか、流れで。使わないことはもったいねえぜ。ロコ、何それ。ラップだぜ。ラップだぜ、ブラザー。へい、何それ。ロックンロール。どんだけ言ってる。はぁ、1900、まあ、ラップ自体はあったんだ。あったんだろうけど、まあ、よく知らねえかな。歴史はよくわかんねえから、よくわかんねえけど。このマーベラスが出てきたのあれなんだよ。1996年なんだよな。まあ、普通にまあそんぐらいだったら、まあ、ラップとかあって、まあ、当然だろうな。当時はそのラップの存在すら多分俺知らなかったからな。まだ食ってる。うるさいネズミだな。あ、じゃあいまいちだ。まだやってんのか。洞窟行けんのかな。もう行けないか。まあ行かなくていいけどね。でもいいのこれ。本当にこれ解決したの。まあ解決、まあ元凶は倒したし、まあ弾は取ったから多分まあ解決したんだろうけどね。誰もいないね。あれ、あの管理人のあれ、なんつうの、助けなかったらどうなったんだろうね。だってあれ助けても何ももらえなかったしな。何ももらってないし、もしかしたら何かしら。まあいいか、気にしてもしょうがねえ。テレテレテテ、はい。あ、顔が赤いよ。大丈夫？あの顔はもうコリコリだ。本当の代わりになった。マジで。よかったじゃん。よかったね。お前だってあれでしょ？だってあれでしょ？だってあの、もともとってなんか、ぬすっとじゃないの？この人。全部心広いな、スミスは。全員回復してるね。あ、サンドバッグ。殴ってみようぜ。おい。おい。ダメか。お、ほれ。ほれほれほれ。へいへい。これなんかどうにかできないか。ほれ。お、出てきたー。やってしまったな。サンドバッグだ。見てると、うずつるね。おーい。なんやってんの、この人、お前たちは。他の仕様も落としようと思うんだ。アイドルに、めちゃくちゃだな。目が覚めました。目覚めた。月に100万もらえればいいから、その仕事探して真面目に働くわ。月に100万で全部あれだな。まあいいけど。まあ頑張ってくれ。もうあれだ。頑張れ。どうしか言いようがない、俺には。まあどうにかなるよ、生きてれば。生きてりゃどうにかなりますぜ。てるてるてん。てるてるてん。てるてるてるてん。ゴリラ、ゴリラ、ゴリラ一族は一体何やってんのか、ちょっと見に行くか。
まだ踊ってるよ。こいつは何してたんだろうね、俺たちが頑張ってる間。心はもやもやカップル。君の素敵なミラクルボイス、ハート、イカれちまった、ウホーン。はいはい。なんか爆弾でも投げるか。なんかあればいいけどね。ほい。あれか、ディオンさ。ディオンのここ、この間にいったら何があるんだ。え、なんか俺取り逃したかな、もしかして。取り逃しある。あ、でも、これもそうか。この下、もう大丈夫か。マックスはなんかちゃんと揃ってるけどね。まあ、多分。まあ、多分大丈夫だろう。ふい、ダメだ。け、邪魔できないのか。そいつは残念だったな。てってって。じゃあもう帰り？もう今度帰りって感じだね。うわ、綱引き懐かしいな。あの、サルドもどこ行ったんだ。誰もいなくなったね。割となんか、まあ、でもあっさりってのはすぐ終わったな。まあ、第二章の方がなんか長く感じたような気もしなくもないけど。よっ。私は思うんだけど。ここは無人島じゃないんだから、ここに出るとかなくてもいいと思うんだけど。ああ、まあそうね。人いるもんね。助かった。テープレート返してくれない？あ、わかった。これ返すの？返さなきゃダメ？マジか。それは悲しいね。はい。これか。はーい。返してよ。なあ、ありがとう。親切な子はね、きっといつかいいことがあるよ。マジで。いいことある。楽しみしてっからな。でれでれでれでってって。その言葉をちゃんと覚えておけよ、お前。自分の言葉責任持つんだぞ、お前、ちゃんと。でってれでれでん。サルちゃん、久しぶり。また勝負？もういいよ、じゃあ。いいよ。やってやるよ、じゃあ。お別れの一発勝負だな。グッ。勝ち。勝ったよ。負けちまった。お！今回はちゃんと負け認めてくれたね。うわ！めっちゃもらった。ありがとう。これなんかもうこれ幸先いいじゃねえかよ。もうこれから先あれだな。もうバンバン剤だな。イェーイ、やったぜ。へっへっへ。これでじゃあ、あれ？もう何やってんの？無事だったか。いろいろ世話になったな。こういうのもできると本にしようと思ってる。旅先で見返ったら読んでくれ。読むぞ。お前たち。いい男じゃな。わかったんやっとわかったか、俺たちのこと、すみません。へっ。そりゃ素晴らしいんだよ、俺たちはな。じゃあ、魔女のみんなによろしくな。また、どっかで会おうぜ。どっかの海で会おうぜ。次に会うときは、海賊の高みだ。誰もいないか。いるわけないか。こっちは。よし。ああ、帰ってきちゃったね。さて、結構長い時間やっちゃったかもしんないかな。じゃあ次。次回に続く。